地震により県内では47人がけがをしたほか、新潟市では3749件の建物の被害調査申請があり、新潟市以外では913棟の建物被害が確認されています。新潟市西区の避難所となっている境和コミュニティセンター、昨日も13人がこの避難所に身を寄せていました。県内では現在、新潟市西区の大野地区と寺尾地区の一部合わせて19件に避難指示が出されていて、市内の避難所2カ所に19人が避難を余儀なくされています。避難所の運営を手伝っている地区の防災士は、避難者さんが重荷になっている心の重荷があると思うので、その辺のケアも頭に入れて対応できればいいかなと思ってます。そしてこの3連休も被災地では雨や雪が降る中、復旧に向けた作業が進められています。一方、地震発生から1週間が経つ今も被害の全容は把握されておらず、調査が急がれています。おととい朝、新潟市西区役所に集まったのはおよそ80人のボランティア。新潟市社会福祉協議会がこの3連休に活動するボランティアを募集したところ、すぐに定員に達する応募があったということです。液状化現象が多く見られる新潟市西区の善久地区に来ています。今日は一般のボランティアも参加して住宅の泥のかき出し作業を行っています。ボランティアは液状化の被害が大きかった新潟市西区で住宅の土砂の撤去などに当たりました。中には同じ西区からボランティアに参加した人も。普段普通に歩いてる散歩をする道がこんなに変わっちゃうなんて信じられない。うちは問題がないので、できることはやっていけたらなと思って。高齢者の一人暮らしのもんですから、助かります。それで SOS 出すとちゃんとこう答えてくれるっていうか、こんなにありがたいことないですよね。それでも被害の大きさから作業の手は足りていない状況です。ここら辺は特に被害が大きいんで、やってもやっても終わらない感じもありますし。さらに今日のボランティア活動は積雪のため中止に。市社会福祉協議会は追加で明後日から12日までのボランティアを募集しています。一方、荷台にいっぱいのゴミを乗せた車が次々とやってきたのはゴミ処理施設です。新潟市は地震で発生した災害ゴミを市内7カ所の清掃センターで今月末まで無料で受け入れていて、昨日も被害を受けた住民が多く訪れていました。食器棚にあったのがみんな出ちゃってぐちゃぐちゃになって、タンスとか本棚とかもう1階だけ今整理終わって、今日から2階の方整理始めたところです。復旧に向けた動きが進む中、急がれるのが被害の全容把握です。新潟市は住宅の被害数を調査中としていますが、今日までに罹災証明書申請は3749件に上っています。罹災証明書は公的支援などを受けるために求められるもので、その証明書の発行に必要な被害認定調査を支援するため、昨日から県や他の市町村の職員からなるチーム新潟が新潟市に派遣され、本格的な調査が始まっています。協力をしていただきながら、全容解明に向けて、できるだけ早期にですね、対応していきたいと。調査には2週間から3週間ほどかかる見込みです。